第4代エルズフォード伯爵ヘニジー・フィンチは、イギリスの政治家、貴族、トーリー党に所属し、国王親衛隊隊長、王室家政長官を歴任した。第3代エルズフォード伯爵ヘニジー・フィンチと、シャーロット・シーモアの息子として1751年7月4日に生まれ、15日にアイズルワースで洗礼を受けた。ウェストミンスタースクールで教育を受けた後、 1767年11月13日に、オックスフォード大学、クライストチャーチに入学。1770年6月16日に、MA の学位を、1773年7月7日に、DCL の学位を習得した。1772年6月に、キャッスルライジング選挙区で、庶民委員議員に、当選。 1774年イギリス総選挙でメイドストーン選挙区に倶り返して再選した。議会ではグレンビル法を高級法とする法案で野党側に回った時を除き一貫して政府を支持した。また、庶民院議員としての演説は記録上1774年の2回しかなかった。1777年5月9日に父が死去すると、 エールズフォード伯爵位を継承して、貴族院に移籍した。1777年から1783年12月まで、ジョージ三世への進出自流を務め、1783年12月31日に、ミ密院に任命され、同時に、国王親衛隊隊長にも任命された。1804年、王室家政長官に転じ、移行死去まで同職を務めた。 1812年10月21日に通風により、パッキントンで病死、同名の息子、ヘニッジが爵位を継承した。パッキントンの公園にて、第四代エルズフォード伯爵の作品、メトロポリタン美術館所蔵。画家として、作品を数十点残しており、デートブリテンに現存する。1773年2月25日、王立教会フェローに選出された。 あとに、ロンドン高校協会フェローにも選出された。1787年から1812年に死去するまで大英博物館の理事の一人を務めた。1781年11月18日、ルイーザシンと結婚、七男六女を設けた。ありがとうございます。